巨大なメカニズムを構築する技術を身につけてから長い時が経ちました。その機械設備のほとんどは一つの場所で組み立て分解することが可能です。しかしながら中には組み立てのために特別な工場が必要な機械もあります。つまり時としてこうした巨大な機械設備を輸送しなければならなくなるのです。今回は人類の歴史において行われた最も大規模な輸送オペレーションを7つご紹介しましょう。ミューオン G-2。 2013年の夏、チームミューオン G-2 が直径15メートルの磁石の輸送に成功しました。陸路、航路を合計すると日数にして35日、距離にして5150キロが輸送に費やされました。運搬されたこの巨大な磁石はミューオン G-2 実験の核となる存在でした。実験の目的はミュー粒子という220万分の1秒という非常に短い寿命を持つ素粒子の性質を調査すること。最大限のセキュリティが確保され、特別なトラックと45トンの鉄の柱が使用されました。輸送費として25万ドルが投じられ、様々な国の科学者チームが参加した複雑でデリケートなオペレーションでした。スペースシャトルエンデバー。スペースシャトルエンデバーは20年間に及ぶ任務の締めくくりとしてロサンゼルスへの最後のフライトを行い、その後博物館の展示品となりました。宇宙空間を1億8500万キロメートル以上飛行したエンデバーは、この機械のために特別に準備された NASA のボーイング747の背に搭載され、ロサンゼルス国際空港に着陸しました。その後機体は慎重に練られた計画に沿って街の通りの中をゆっくりと運ばれていったのですが、超高速で宇宙空間を移動していたエンデバーにとっては、このような移動速度はさぞ奇妙に感じられたことでしょう。このシャトルを運搬する車両のために400本近くの木が切り倒され、電線も取り払われました。19メートルの距離を移動するために2日間道路が閉鎖され、その後シャトルはカリフォルニア州立博物館に送り届けられました。望遠鏡のミラーレンズ。天文学者、エンジニア、警察官と超重量物輸送の専門家からなるチームは、アメリカのツーソンにあるアリゾナ大学の望遠鏡用の巨大ミラーレンズを、モンテネグロのエスメラルダ郡にある標高3190メートルのモンテクリストまで輸送しました。この輸送オペレーションには5ヶ月の準備期間が費やされました。合わせて16トンあるミラーレンズは33トンのスチールケースに収容された後、運搬用プラットフォームを搭載したトレーラーに積まれ、時速15キロの速度で196キロの行程を旅しました。輸送は2日間に及び、このオペレーションのために道路が遮断される中、全世界が世界最大の望遠鏡の建設のニュースを待ち望みました。運搬用プラットフォームには48の動輪が取り付けられました。それぞれ独立した油圧システムを持つこの動輪によってバランスが保たれ、47キロの屈曲した山道の旅が可能となりました。ガスタービンハリエット。ハリエットはボーイング747の重量にも並ぶ世界最大級の超大型タービンです。ハリエットは蒸気タービンと組み合わせることで、フランスに住む60万世帯に必要な電力を供給することが可能です。ハリエットはフランスのベルフォールにある町の工場から330キロを旅し、新しい住処となる発電所に到着しました。輸送はいくつかの段階に分けて行われ、
この総重量800トンにも及ぶ巨大なタービンを一目見ようと人々が道に押しかける様子は、まるでツール・ド・フランスが開催されたかのようでした。ハリエットの輸送に用いられた車両のすべての長さは合計すると110メートルにも及び、幅は6メートルとなりました。ハリエットを運ぶ中心のコンテナは400トンあったため、14の軸を3列に分けてそれぞれ設置した2つの台車を使って移動しなければなりませんでした。輸送チームは輸送車の安全な通行を確保するために道路のすべての曲がりを確認する必要がありました。原子炉。サウジアラビアの企業は1100キロに及ぶ急な勾配の狭い道を通って1048トンの原子炉を運ばなければなりませんでした。リアクターは10個のエンジンを搭載した2台の油圧トレーラーによって輸送されました。輸送に際しては最大限の安全を確保するため、丘を越える際に6台のトラックが積み荷の前方を、また後方を4台のトラックが走り、フォーメーションを変えながら走行しました。トラックやトレーラーが機械によって接続されたことで牽引力や制動力が強化されましたが、その一方で機動力を制限する結果となりました。バガー288。バガー288とは屋外で鉱物を採取するギア付き掘削機です。バガー288は世界で最も大きな車両で、高さおよそ100メートル、長さはサッカーフィールド2個半分もあります。あまりにも巨大であるために、バガー288を操作するためには5人の運転手が必要となるほどです。2001年2月、この掘削機はある鉱山での石炭採掘作業を完遂し、22キロ離れた場所にある別の鉱山に輸送されました。この際、分解して運んで再度現場で組み立てるよりも、機械をそのまま輸送した方がコストを削減できるということが明らかになりましたが、そのためにはいくつかの障害を乗り越えなければならなくなりました。目的地までの22キロの行程には33週間以上もの時間が費やされました。川、高速道路、鉄道およびいくつかの道路を毎分10メートルで横断しなければならなかったからです。この輸送オペレーションには約1500万ドイツマルクと70人の労働者からなるチームの力が必要とされました。その他にも一部の地域では通過にあたって地面を滑らかにするために地面に特別な草まで植えられる騒ぎとなりました。トロール A プラットフォーム。海上に浮かぶ石油プラットフォーム、トロールはこれまでに建造された移動可能な構造物の中でも一番の高さを誇ります。高さは472メートルにも達しますが、その大部分が海の中に沈んでいます。この設備は人々が建設現場から建設現場まで水路を介して輸送したものの中で最も重い重量を持つものとして記録されています。約5000万トンのこの構造物はノルウェーのベルゲンという町の海岸から目的地に向けて80キロの距離を輸送されました。輸送に際してこの構造物の喫水栓を中心に固定する必要があり、このために空気タンクと浮きが用いられ、プラットフォームの半分が水中に、また残りの部分が水上に出るように固定されました。10台の強力なタグボートは1ノットの速度、つまり時速 1.8 キロのペースで目的地に向かい、全行程に5日間をかけました。プラットフォームは目的地に到着後海底につなげられ、ベースは海底36メートルの位置に沈められました。トロール A プラットフォームはその任務を開始して以来、ヨーロッパの消費ガスの 10% を生産するようになっています。
さて皆さん、本日のお話はこちらでおしまいとなります。壮大なプロジェクトに自分も参加することを想像するとよりワクワクしてきますね。もし同じような感想をお持ちでしたら、どうぞいいねボタンを押していってください。皆さんの抱かれている夢や計画が実現することを心からお祈りしています。それではまたの機会にお会いしましょう。